ニシャバ軍はセルビア中央部の軍。軍庁所在地は中央セルビアでベオグラードに次ぐ第2の都市。セルビア全体でも第3の都市である2種。軍名も2種に由来する。軍には6つの基礎自治体と日種市がある。軍庁所在地の2種のみが市で残りの5自治体はオプシティナである。市はボイボリナ自治州、旧コソボメトヒア自治州を含めると セルビア全土に24存在し、より強い自治権を有する。オプシティナは、日本の町、村に相当する。また、規模の大きい西市には、市内に5つの都市区がある。2002年の国勢調査による。西市内には、17世紀末に築かれ、バルカン半島で、最もよく保存された要塞である西要塞がある。また、西郊外には、 トルコ人が、チェガルの戦いで没した、セルビア人兵士の頭蓋骨で立てた骨の塔が、現存している。この戦いに、オスマン帝国側が勝利を収めたことで、セルビア人の敗色は、決定的となった。また、スバさン地の裾野、ニーシュ市街から数キロのところにあるニシュカバニャは、セルビア国内で最も有名な温泉地である。ありがとうございます。